ヒンノムの、タニゲヘナは、ヒンノムのタニを意味する、ヘブライ語のゲイヒンノムを語源とするギリシア語ゲエンラに、由来する語。イスラム教では、ジャハンナムと呼ばれている。そのタニは古代エルサレム市の南端にあり、聖書では、ヨシアキ15章8節に最初に言及されている。また、ペトロの手紙に2章4節でギリシア語タルタロスが、地獄に引き渡すと訳されている。元来、 今日のエルサレム市の縄文の外にある、深くて狭い谷底のゴミ捨て場である。そこでは、ゴミを処分するために火が燃やされ続け、悪臭を放っていた。また、処刑された罪人の体や、ふさわしい埋葬をされなかった人体が埋められる場所でも、あった。旧約聖書時代には、モレクの神への幼児犠牲が行われた。ゲッヘナは、 罪人の永遠の滅びの場所であり、地獄を指す場所として用いられる。永遠の滅びの場所の根拠とされる、聖書箇所は以下の通りである。すべてゲヘナ、および永遠の滅びの場所を意味する、火の一について記されている。パウロはイエス・キリストが再臨したとき、神を信じない者、イエスの教えに従わない者が、限りなき永遠の刑罰を受けると記している。目視録には、 以下の記述がある。この不死の聖句は、新世界約聖書からの引用による。伝統的解釈によるとゲヘナは、地獄の道義語として使われることが多い。しかし、エホバの証人は、ヘブライ語のシェオルとギリシア語のハデスを同列に扱い、ゲヘナをそれと明確に区別している。ゲヘナはもともと罪人の死体処理場であったこと、愛の神は人身釘のような、 残酷なことを望まないことを根拠に、復活の見込みのない完全な滅びの象徴であり、永久の処罰である第二の死を表しているとの見解を持つ。これは、霊魂消滅説と関連がある。聖書では、火の湖は第二の死を表しているが、火の湖には死やハデスも投げ込まれることから、彼らは、そこが別の種類の死。 つまり第二の死である完全な滅びの象徴とみなし、これをゲヘナと同列に置く。新約聖書の中では、山上の水訓の例を挙げれば、悔い改めない罪人の行く場所として描写されている。新約聖書中に、他にも以下の部分でゲヘナが用いてある。ローレン・ベットナー、不信教出版社、小山霊治、知恵の備え命の言葉者、宇田進む、 現代福音主義神学命の言葉者、聖書に対する洞察、物見の統制書を察し協会、1994年、ゲヘナ、火の湖のページ。新世界約聖書2019年改訂版、聖書用語集、物見の統制書を察し協会、2019年。ありがとうございます。